としては念願の高速道路が開通ということで、鉾田の今後の発展に期待したいと思います。茨城県で盛んな農畜産業などの地域産業の活性化や、茨城空港を利用する観光客の増加などさまざまなストック効果が発揮されるものと期待をしております。イタコインターチェンジから鉾田インターチェンジから約 31km ございますが、この間の用地の取得が約8割を超えておりますけれども、残る間でですね、用地取得がまだ済んでいない地域があるという状況でございまして、引き続き早期開通を目指してまいりますが、開通の時期につきましてはこの用地の取得状況を踏まえて今後検討してまいりたいと思っています。